私の方も日本語で話させていただきます。で、内容的には私の部分も、初心者向けというかこれからヌメライをやっていこうと始めたばかりの人たち向けの、はい、内容です。ヌメライコンピュートっていう、サブミットの方式があるのでそれを、自分で自動的に構築環境構築して、定期的に定期サブミットができるといいよねという内容です。はい、まず自己紹介で、はい、普段は島根でフリーランサーとして働いています。で、機械学習エンジニアで、メタバース空間を衛星画像、空からの画像で作ったりとか、あとは脳波の測定して、それのどういう脳波状態かみたいなのを、分析したりするニューロテックとか、そこら辺の、仕事を最近はしています。あと、全然、ヌメライとは関係ないんですけど、ソラナっていうブロックチェーンがありまして、そこの、オルカっていう、分散取引所ですね、DEX で、日本のコミュニティマネージャーやったりしてるんで、もし興味あったら、そこら辺もディスコードとか顔出してもらえると私に会えます。あと最近は左下に島根県のところに農地借りてなんか農家みたいなことをやったりとか、あと右側のは過去の栄光ってことで、一時期シグナルズで1ヶ月ぐらいかな、コリデーションなんか1位になってた時のあるんですけど、はい、過去の栄光で今はもうちょっと下がってます。で、はい、じゃあ、本題に入りまして、ヌメライコンピュートの話ですね。自動でヌメライにサブミットする仕組みでして、Webhook URL を登録する。これが公式の、画像なんですけど、ヌメライがあって、それでみんなが、それぞれのモデルを持っていて、でどういう仕組みかっていうと、ヌメライが、データ準備できましたよ、トーナメントが始まりましたよってやるとトリガーノーズっていうのでウェブフック、ここの URL 叩いてねっていうのをユーザーが登録しておいて、そうするとヌメライ側が始まるよっていうのを合図で、叩いてくれるんですね、その URL を。でそれをその通知、URL の叩いたところを受け取って、それで処理をしたら、データも最新のがもう揃ってますし、サブミッションもできるんで、そこの一通りの流れを、できる仕組みっていうのがあります。で最近も多分デイリーサブミッションしたい人とかも毎日こうなんですかね、もし UI 上でやろうとすると、データ、ダウンロードはコード上でできるかもですけど、サブミットもできるか、けど毎回そのいちいち立ち上げてとかみたいなことをやるのは毎日だと結構面倒くさいですよねと。で、あとはヌメライのクライアント、これも公式の、あるんですけど、こちらはその AWS パワーゲートっていう、仕組みを、使ってはいるんですが、ちょっとここら辺の、パッケージというか、更新日時も、ここが2022年とか、1年ぐらい、更新されてないので、なんで、ちょっと自分で、ここら辺の、技術を確認しながら、同じようにコンピュートができるような、サブミットができるような仕組みみたいなところを、自分なりに、コード書いてみたというところです。なんで、あんま機械学習側というよりはインフラ側の話ですね。はい、それで、今回はその自分でその環境、なので Webhook のところは技術が一緒なんで、自分でサーバーレスですけど、なんか一つインスタンスみたいな立ち上げといて、そこに Webhook URL を叩いてもらって、サブミッションできるみたいな仕組みを作りたいです。はい、で、今回は、まず最初に、Google Cloud Functions っていうのを、使おうと思っています。これは、サーバーレスで動かすことができて、動いてる時間とか課金。やっぱ、ヌメライを動かすようなサーバーって結構インスタンス的にもコストがかかったりとかメモリ大量に使ったりするんで、その動いてない時間みたいのが結構、無駄ですよね。で、すぐ気づいて落とせればいいんですけど、そういうのを、極力、考えないでサーバーレスにしとけば、とりあえず叩かれて起動して処理が終わったらサーバーが、サーバーじゃないですけど、ちゃんとインスタンスが落ちるみたいなことができてると、その時間、コスト的にも、効率がいいよねと。で、類似サービスで AWS ラムダとかもあるんですが、
まあ、ちょっといろいろ技術を調べて、ラムダだと最大15分でタイムアウトしちゃうみたいな仕様があって、それでクラウドファンクションズだったら最大60分できたんで、とりあえずこっちを採用してます。であとは、下のテラフォームですね、これがインフラストラクチャーズアコードっていうので、そのインフラも、ちゃんとコードで管理しようと、まあ、これも、まあ、何回かやってると分かるかもしれないんですけど、例えばインスタンスを立ち上げてみたら AWS のサイト行って、それで、まあ、どこか の, その、まあ、地域選んで、それで EC2 立ち上げて、それでなんかもしそれを落とすの忘れてたのがずっとインスタンスが立ち上がってたとか、あと UI がなんかバージョン変わってみたいな、そういうのを、まあ、極力なくしてもコードで管理しておけば、もうそういうふうにコードを叩けばその環境が、自動で出来上がるっていうのがあれば、まあ、結構そこら辺もそれですぐに必要なくなったら、まあ、全体を閉じますってやったら全部が、閉じるみたいな、そういう、コードで、そのインフラを管理できる、ツールライブラリがあるんで、それを使って、構築していきます。元のこのメダルクライアントでも、多分このテラフォームが使われていますね。はい、で、まあ、ちょっと技術的に、まあ、厳しい制限とかもあるんですけど、まあ、そのまずは Google Cloud Functions の例から見ていくと、まあ、ファーゲートもそうなんですけど、GPU は使えないです。まあ、前の自分のあのシグナルズ1だった時は別に GPU 全然使わない、XE ブースティング系のモデルだったんで、そこら辺はまあ、GPU 自分は使わなくてもよかったので、まあ、これでいいかなという感じですけど、まあ、ちょっと GPU 版が欲しい人はちょっと他の方法を考えてください。で、そうですね、サーバーレスで処理を実行可能です。でメモリは最大 16GB で、これもちょっと厳しいっちゃ厳しいですね。さらに、ダウンロードしてくるファイルとかも、メモリに溜まっていくんで、ちょっとそこら辺も注意が必要ですね。もしかしたら、まあ、触れるとかあるので、まあ、ちょっとそこら辺工夫が必要だったりするかもです。で、けどその代わり、かなりその構築は、結構簡単にできまして、この Google Cloud Function 側は、もう本当に Python 5で、メインパイっていうのを作って、あとは必要な、リクワイアメントテキストを用意してあげればいいですと。で、Terraform でインフラ構築用のファイルを定義しますと。まあ、ちょっとサンプルのコードも作って、一応後で公開する予定なので、まあ、ざっとですね、まあ、コードを眺めていきますと、まあ、基本的にこの、今 tf.main.tf っていう、ファイルを開いているんですが、これがそのテラフォームの、まあ、設定ファイルですね。それで Google の、まあ、プロバイダーを使って、ここら辺に認証キー、これは JSON を、これは Google の、サイトから、GCP のサイトから取ってくるやつですね。で、あとはプロジェクト ID みたいのを、こっちの変数で定義しておいて、まあ、ここでヌメライのパブリック ID とかシグレットキーとかもここに、定義をしておけば、それが使われるみたいな想定です。で、まあ、やっていくと、まず、まあ、見方ですと、リソースで Google Cloud Functions のファンクション、まあ、関数を作るよっていうので、名前、ここは名前ですね。まあ、イメールとネームファンクションっていうのを、まあ、作りますよと。で、ここで、もう全部インフラの設定をもうここで構築できるようにするんで、例えばここら辺も、何ギガ使うの、さっき出た最大の16ギガ使いますよとか、ランタイムは Python の 3.10 を使いますよみたいなのをここで定義しちゃって、それで、やっていきますと、はい、でタイムアウト、これも、さっきの最大の実行時間ですね、これも最大の1時間に設定しておいて、あとは、環境変数とかも、さっき設定した変数の部分を使ってみたいな感じでやっていきますと。で、まあ、ちょっとクラウドファンクションズの時にめんどくさいのは、一回その自分で、まあ、ファンクションを定義する、それがここのメールファンクションっていうフォルダに入ってるんですけど、さっき出たメインパイとリクワイアメント、リクワイアメントはまだ今ちょっと、完全に書かれてないですけど、メインパイっていうところで、ここで、サーバー的なその関数を定義してありますと。ちょっと機械学習のコードはさっきのまあエグザンプルコードでいいと思うんで、まあ、そこはちょっと省略してますけど、その未来サブミットっていうのがあって、これがだから、そのヌメライ側からの
ウェブフックを受けたら、まあ、ここが呼ばれますよと。でそれ呼ばれたときに、まあ、ちょっと分かりやすくするために、ちゃんと終わったら、ディスコードに、自分のディスコードに、まあ、プッシュしておいた、ポストしておいた方がとか、エラーが起きたときに、まあ、こういうエラーで今日は落ちたよみたいなのを確認できるようにしておいた方が良かったので、とりあえずそこは書いてありますと。なので、まあ、これが、こういうファイルがあって、まあ、これが一つの関数ですね。で、それを、ZIP ファイルに一回まとめてあげて、この二つ、まあ、このフォルダーのことですね。で、あげれば、それを、アップロードすればいいです。ただ、そのアップロード先も、その GCP 側に用意してあげる必要があるので、まあ、そこら辺の定義を、ここら辺で Google ストレージのバケットを作って、それでそれを、ZIP ファイルをアップロードして、で、そのアップロードした、ファイルで、その中に含まれている関数で、まあ、ここのエントリーポイントで、ヌメライサブミットですね。さっきのヌメライの、まあ、関数を用意してあげましたけど、そこを、使ってくださいと。まあ、そういう感じで、実行できるようになりますと。で、これをその、テラフォームの、まあ、デプロイしてあげると、この定義ファイル通りに、Google がファンクションで関数が作られて、バケットが作られて、それでそのバケットの中に、オブジェクトができて、みたいなのが一連で、もうコードを実行する、デプロイというコードを実行するだけで、そこら辺をまとめて処理してくれるんで、まあ、ちゃんと、その変数とか、その指定されてるものだけちゃんと定義してあげれば、これで一回そのできるんで、まあ、実際に実行したら、クラウドファンクション側のまあ、サイト見れば、ウェブフック、このファンクションを使うときの URL みたいなのが見れるようになっているはずなので、それを、ヌメライに登録してあげると、今後、そのコンピュートで、ヌメライのトーナメントが準備できたときに、その URL が叩かれるようになります。はい。まあ、ちょっと、はい。まあ、そのまんまもコードをやってるんで、ちょっと見にくいかもですけど。で、まあ、もう一つ候補としては、Google クラウドランっていう、まあ、ちょっとすごい似てるサービスもありまして、これも一応テラフォームでのコードも書いてきたんで、ちょっとこれも紹介して、クラウドランは今度は何がいいかというと、さっきのメモリが、さっきは 16GB でしたけど、今度は 32GB でできますので、実行時間は同じく1時間で、今回これがめんどくさいのが、ファスト API などのエンドポイント。さっきはもう単純に関数、Python の関数を定義すればよかったんですけど、今度はちゃんと、ウェブサーバーとして立ち上げて、そこの中で、まあ、回すよっていう必要があるんで、ちょっとそこの、まあ、それでそのエンドポイント、叩く口の URL を作って、さらにそれを Docker 化して、デプロイするので、まあ、ちょっとここは手間が一つ増えますね。ただし、まあ、そのメモリが、多く使えるっていうのと、あとクラウドファンクションズだと、まあ、そのちょっと使えるランタイムが限定されてるんです。まあ、Python も使えるんでいいんですけど、なんで、その代わりクラウドランだと、その自分で Docker、そのエンドポイントが設定されている Docker を立ち上げられればいいので、なんで、そのクラウドランだったら、その Docker、だからもう言語に縛られなくなるんで、まあ、自分だったらじゃあ、早いからラストで書くわみたいな感じで、その Docker を作ってあげれば、もうそれで、サーバーを作って、それを設定できますと。という感じですね。で、一応そっちの、まあ、クラウドランの方もざっと書いておきます。まあ、今回一応テラフォームと Docker に分けてるんですけど、まあ、内容的には、まあ、Docker ファイルを一つ作ってあげますと。で、今度はさっきとは違って、そのファスト API って言って、まあその、サーバー側のすらなんとかみたいな感じで、いろいろそのエンドポイントを設定してあげる必要が今回はありますと。で、ヌメライサブミットっていう、まあ、こっちのすら、だから単純に、ドメインだけ、URL だけ、IP アドレスだけ叩くと、まあ、ハローっていうのが、まあ、これは一応生存確認というか、ちゃんとデプロイできてるねが確認用で、ヌメライサブミットを一回叩かれると、また同じように処理が走って、それでサブミットの結果をディスコードに投げるっていう風なコードになってますと。で、それを今度は、Docker ファイルで、まあ、今度は、こっちにそのランタイム情報みたいですね。で、Docker を作ってあげて、やってあげる必要がありますと。
で、Docker をまあビルドして、それで、今度はその Google の、GCRIO っていう Google クラウド上の、Docker をまあ置いておける場所があるんですけど、そこにプッシュしてあげて、その内容を、Terraform 側で指定してあげる。まあ、ちょっとややこしいというか、複雑ですけど、Docker 作って Docker をアップロードして、その Docker をサーバーレスでクラウドランで立ち上げますよっていうコードですね、こっちは。まあ、こっちの方は Terraform も、まあ、そのコンテナで、そのイメージでさっき挙げた、そのヌメライサブミットの、まあ、コンテナのイメージ URL を使うよってやると、まあ、その今度は、今、口が2つ出てますけど、まあ、ここを叩いてあげると、できるんで、このすらヌメライサブミットのアドレスを、同じように、ヌメライシグナル、ヌメライとかのトーナメントのところに、まあ、定義してあげると、これで、投稿することができます。はい、で最後にちょっと、コストを下げるために、やっぱり、さっきも16ギガとか32ギガメモリの、まあ、制限とかもあったり、あとは時間ですね、1時間みたいなのもあったんで、まあ、なるべくそこら辺を早くやれば、まあ、サーバーレスなんで早く終われば終わるほどコスト的にも安かったりするんで、じゃあそこでメモリの節約、まあ、さっきも、データダウンロードしているときに、インター8つけると早くなるよとか、まあ、軽くなるよみたいな、そういう。まあ、ここでちょっとずつメモリの節約しながら、まあ、あとは、まあ、これも紹介くらいなんですけど、ポーラーズっていう、最近なんか、自分もたまにカグルやるんですけど、カグラーだと最近流行ってきたライブラリーで、ラスト製のデータフレームライブラリーで、まあ、これもなんか人のツイートとか使うんですけど、まあ、単純に、例えば、まあ、普段、パンダスで、PD リード CSV っていうのを実行すると思いますけど、そうじゃなくて、もう一回、ポーラーズで一回リード CSV をやって、それを TooPandas で、やってっていうふうにやった方が、時間が、早いっていう、書き込みも読み込みも実は早くなるんじゃないかっていうところですね。まあ、それが多分、どの CSV の量が増えていっても、結構時間が短縮されるんで、まあ、ここら辺はもし興味がある人は使ってみると、まあ、ただし最近 Pandas が 2.0 になったんで、もしかしたらそこら辺も高速化されてるかもしれないんで、まあ、そこはちょっと自分の調査してまだ足りてないですけど、まあ、こういう、ポーラスとかそういうのを使ってあげることで、まあ、高速化してよりコストを下げて、まあ、普段のデイリーサブミットさすがに何ですかね、まあ、ヌメライで、まあちゃんと儲けられればいいですけど、やっぱそこが定期的なコストにもなってくるんで、はい、そこら辺をいかに抑えられるかっていうのも一つの狙いを続けるためのポイントな気もしますね。はい。で、私の発表は以上です。はい、ありがとうございました。質問とか、あともし GPU こう私これでやってますみたいなあれば教えていただけると、今度はそのあたりまとめてもしかしたらブログ記事とかにするかもですね。あ、じゃあ、はい、僕も今僕はヌメライ CA がやってるんですけど、はい、なんか難しいなと思ってるのが、複数モデルを実施するときにエンドポイントを複数にするようなのが多分ヌメライで研究されてると思うんですけども、はいはい、今回の場合って、クラウドファンクションズ一つで複数モデルを提出するとか、なんか そこってどう考えたらいいかなみたいなのが、まあ、ちょっと。はいはい。まあ、多分一つとしては、ちょっとそっちのファンクションズの仕組みまではちょっと分かってないですが、まあ、データみたいなのを受け取れるんで、だからそれでエントリーごとを分けたりとか、まあ、そのさっきのクラウドランだったらもうここを、まあ、さらに別にこれってただのウェブサービスなんで、まあ、単純にこの後ろに、ですね、そのモデル IP みたいのを受け取るみたいな感じの、URL 設計にしてあげれば、まあ、そのモデル IP の、処理を、まあ、ここでやってくれるみたいな、そういう内容にはできると思いますね。はい。まあ、なんで一つのだけでも、別に複数の立ち上げなくても一つので、使い回し、まあ、その、なんですかね、モデルは変えられないので、ちょっとそこは、
あのやる意味があるのかちょっとわかんないですけど、はい、まあ、そういう感じでモデルを複数に分けたりとかできると思います。ちなみに GPU を使いたい場合に考えられる方法ってありますか？まあ、他の人もいろいろそういうのを試していて、まあ、一つの方法としては、まあ、もうなんかサーバーレスを一回少し諦めてその AWS のインスタンスを立ち上げる。ただしその処理が終わったらその、まあ、なんですかね、さっきの、まあ、トリガーみたいなのでインスタンスを落とすみたいな、そういうちょっとあのもう一手間かかるようなフローになると思いますね。まあ、結局はやっぱ GPU 使いたかったら今のところサーバーレスだと結構難しいところがあるので、まあ、あと値段的にもあるんで、そこをいかにまあサーバー立ち上げてあのインスタンスを落とすかっていうのを、まあ、まあこれでも別に同じようにそのトリガーみたいなので処理が終わったらあの4日のエンドポイントを叩いてあのその例えばそのワーカー数を減らすとかそういう仕組みもできるんで、ちょっとそういうあの工夫が必要になってきますね。Thanks again.